自然の素材っていうのは命が長い。木でもそうですけど、何百年育って、そしてそれを私たちは使わせていただいて、400年育ったものは400年以上持たせる。もし傷んだら、その400年後の人に直しをしてもらわなきゃいけないわけだから、そういうゆっくりした数百年のサイクルで物を作り、物を使い、次の世代に伝えてあげるっていう、これが僕は工芸の一番大事な本質なのかなっていう気がしますね。竹林に差してくる月の光をイメージしてますので、竹風老月、同じ植物でやってもその分人間によって色が微妙に違うんです。素材を大事にしながら創作していくわけですけれども、やはり自然っていうのが一番ね、自分たちに与えてくださるのが多いような気がするんですね。色にしても形にしても、まあ、発想っていうのが一番私は大事だと思ってるんですけど、今回自然と関わるのあるね、工芸っていうのがあるので、とても嬉しいなと思ってます。何も人間が手を加えないでありのままある姿、それを自然というふうに日本の人たちは捉えてきた。それがその美の形になっているんだ。普段の生活から離れた DNA の中にはあるけれども、それが表面化していないものを感じさせて、くれましたね。それを再認識しながら、明日どのような文化を作っていかなくてはならないのか、明日の生活というのはどんなものになっていくべきなのか、そこに思いを馳せていただけたらと思いました。